久々のジャンクフードをいただきます。いやー、そうですよね。こちらが今日セコンドについてくれた鈴木さんです。あ、素晴らしい試合でした。最高の結果でした。急遽ね、セコンドがちょっと日本で見つからなくて、シンガポールの知人に連絡したところ紹介してくださって、いやこれ YouTube 用に撮るんで、はい、なんかまあちょっと会話をしながら、あ、わかりました、ジャンクフードをいただこうという回で、そうですね、この時間の唯一空いてたお店です。いや、うまそうっすね。ちょっと糖分を俺ちょっと控えてたんで、砂糖とか楽しみっすね、このフォークが。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。こっちの方か、これ GoPro ですか。これ GoPro っすね。ということで、これを撮ったなーということで、もう2人で撮ってきました。最高です。どうでしたか YouTube は。はい、試合の放映後に、放映後に、もちろん、あ、じゃあもう言ったこれ言っちゃって大丈夫です。はい、うん、いや、初めてセコンド体験ですか。そうです、初めて。アマチュアのキックボクシング、はいはやったことありましたけど、はい、プロの5分の試合の総合の試合は初めてでした。初めてですか。どうでしたか。いや、緊張しましたよ。緊張したんですけど、その入場の前に、はい、僕が緊張してちゃダメだなと思って、お、緊張してなんか余計こう手塚さんの、はい、肩に力入れちゃダメだなと思って、はい、もうリラックスして、お、で試合前にスタンドの場合とこのグラウンドの攻防でキー、ポイントになるメモでいただいてたんで、はい、そうですね、メモ書いて私と一応言ってほしい言葉を、それをひたすら見て、セコンド中もここにちょうどケージの高さのところにずっとメモ置いて、ああ、見ながら言ってみながらいや、でも結構アレンジっていうか自分の言葉でいろいろ言ってくれたっすよね。そうですね。最後まとめろとか、俺言われてすげえもう、うわーってまとめなきゃーって言ったっすよ。多分最後、時間、正確なもんじゃないですけど、多分1分切ってたと思うんですよ、あれ。多分いやー、マジで、あれ判定いったら、ワン判定あるからなと。確かに。はい、判定だと、ちょっと負けてたかもしれない。いやいやいや、でも、まあ、ダメージは明らかに向こうでしたけど。うん。食ってください。いただきます、俺。いただきます、ありがとうございます。1、2ラウンドはもう完璧に本当に全部コントロールして、あ、そうっすね、1、2ラウンド取ったっすよね。絶対取ってましたね、あれは。でも全体の印象だから、やっぱ最後こうもらっちゃったのがハイキック、終盤の印象の方が、ね、あ、どうしても出てくるから、これやべえと一気にいったんで、あそこでやっぱ3ラウンドの終盤でラッシュできるのがすごいですよね。キラーインスティンクト殺傷本能、もうその血の匂い変えたらもう、うわーっていくみたいな、確かにその野生の本能がもう最後は出たっすね。血だけでしょ、ないけど最後、はい、やっぱ殺しに殺し合いじゃないですか、試合に。だからもう最後はもうこのままだと殺されると思って多分出たんでしょうね、本能が。でもその言葉聞いてなんか僕も、あ、そうかと思いました。試合って殺し合いなんでって昨日さらっとおっしゃってて、昨日言ってました。俺言ってました、試合になったらもう殺し合いなんで関係ないですけどみたいなことをさらっとおっしゃってて、あ、はい、そうだよなと。そうっすよ、それはもうプロの選手が言うと、はい、もう重みが違うっていうか、いやいや、なんか山田道場って山田学さんっていうもともとパンクラウスの旗揚げ当時の選手が、まあ、から取って山田道場っていうんですけど、うん、その人自身はもうほとんど東京で生活してるんで、はい、あんまり面識はないんですけど、たまに連絡くれて、すごいセーブシュルトとかとも戦ってた選手。あ、じゃあかなり重い階級の方なんですか。でも80、同じぐらいです。同じぐらいですげえヘビー級とばっかやって、バスルッテンとか。すごいですね。当時はもう
階級なんてなかった。あ、まあ、確かに確かに昔はそうだ。その人がやっぱり試合前に俺にくれたメッセージがあって、殺しに行けよ、殺されるぞっていうメッセージをくれたんですよ。それってすごい身が引き締まるっていうか、殺しに行かなきゃやっぱりやられるから、うん、やられる、はい、スパーじゃないし、やっぱり確かに、はい、あの場はやっぱ殺し合う場だからっていうので、すげえ耳残ってますね。だから今回も試合前とかに自分に言い聞かせて、覚悟が決まりますか、はい、それ怖い感情みたいなのは、うん、どこで一番感じるんですか、その試合になっちゃったらかもしれないですけど、試合前どのタイミングが一番こう、いや、やっぱ試合のオファーを受けた時もそうですし、はい、受けた時やっぱドキドキします。あとは試合当日のやっぱ朝とか、あちょっと嫌だなみたいな感じありますか、ね、いや、やっぱ嫌ですよなんか死刑場に向かうじゃないけど、まあ殺し合いの階段をこうお互い登っていくわけじゃないですか、その日にちに向かって、はいはい、ではあと何日か、あと何日かと思って、で今日も昼は瞑想の音楽かけて、ずーっと歩き回って落ち着かなくて、ここをずっとあっちに行ってでブリージングして心を落ち着かせてみたいな感じで、緊張はでも入場の時もやっぱしますし、でももうハンドラップ巻いた時にはもう覚悟決まってるっすね。あ、スイッチ入るんですね。そうそう、はい、もうやるしかねえみたいな。そうですね、なんかちょっとオーラは会場入ってアップ始まって、でもそうですね、ワンテージ巻いた後からちょっとこうオーラ変わってきますね。ああ、変わったっすか、ね、変わります。なんか殺気が、殺気が出た、殺気が出てきた感じがします。やっぱもうこう見てても殺気があるファイターって俺好きなんですよ。そうです、なんかしてくれそう、喧嘩をできるファイターって、はい、自分もそうありたいし、劣勢からは逆転があるじゃないですか、そういうなんか武器を持ってるとかとか、はい、喧嘩できなくなった時はもう引退だなとは思ってますけど、はい、でもまだその闘争本能とキラーインスティンクトが全然まだまだ全然、はい、まだまだ全然あるんで。感じますね、さっきは出てましたね、あっちのパンチは結構見えたんですけどね、逆にさっきのがこもってないからハイキックが当たったかもしれないですね、さっきを感じ取る、逆にあるかもしれないですね、そういうのは俺はさっき出しすぎててハイキック当たんなかったかもしれない。いや、でも最後はめっちゃ抱き合ってましたもんね、俺ら。そうですよね、本当嬉しくて喜びを分かち合ってた、うおーってやっぱ嬉しかったですか。嬉しかったですね、3ラウンドで。でも、まあ僕はあのまま判定になっても手塚さんと思ってたんですよ。本当ですか。はい、思ってました。別にハイキックがあってもまあリカバーしましたし、あー、もう別にその後大丈夫、そんな焦ってはなかったです、はい、あ、そうですか、俺は結構焦ってたんで。でも確かにその意識があったからこその勝ちだったんです。そうそう、その意識あったんで、もう行ったから勝ったっていうのがあります。 KO で。そうですね、確かにワンハンって分かんないですよ。そうなんですよ、マジで分かります。でもダメージは明らかにハイキックがあったとしても GO でしたね。そうですか。そうっすね、はい、まあ、顔は結構綺麗なんでね、大きいパンチが当たってたの。なんかあの前日の計量の場所でもそうですし、と PCR の会場でもめちゃくちゃ近くにいたじゃないですか、はい、見た時どうでした最初相手見た時。いやー、やっぱなんかオーラはあんまり感じなかったっていうか、はい、うん、そのまとってるオーラってでも気っていうんですか、ね、はいはいはい、あの
大体強さって測れるんですよ、見たら。なんとなくで。で今回は本当に、試合行く時も、ちゃんとやれば、落ち着いてやれば絶対勝てるんでって言ってたじゃないですか。おっしゃってました。なんか、なんとなく分かるっすね。この試合は厳しくなるとなとか。それは自分のコンディションだけじゃなくて、相手の相手を見て。見て、はい。自分のコンディションはなんかいいのか悪いのかいつも分かんないです。あ、そうなんですね。なんか別に悪い時も分かんないです。鈍感なんで。いいとかっていうの。逆にいいとかっていう思ってた時にポカしたりとかあるんで。確かに今回 の, その相手選手で言うと僕も、その会場で見た時も、むしろちょっとげっそりしてんなっていう、元気ないなっていう雰囲気が出てたのと、減量疲れですかね。ですかね。入ってきたときに、入場してきたときに、全然、こう、殺気を感じなかったんで、さっき言いましたけど。でも、あいつ、ひげ生やしてきたから、ちょっと怖かったんですよ。ああ、確かに、見た目。見た目がなんか、ちょっといかつくなってますね。ひげあった方が、彼はいいかもしれないですね。はい、いつも結構、ベビーフェイスっていうか、ちょっと子供っぽく見えますもんね。はい、最後まで彼は立ち続けたから、まあやっぱり根性はあるっすね。そうですね。ハートはあるっすね。でもボディ相当効いてましたけどね。うって言った。明らかに嫌な顔するんですよ。あ、顔してます。顔もしてますね。表情が変わるというか、あとリアクションが、その手塚さんのアクションに対してこのちょっと下、なんていうんですか、下に反応するというか。あ、してましたよね。もう、あ、腹殴られたくないんだなみたいな。だから余計左フックがフェイントで当たるみたいな。その辺の分かりやすさはありますね。うん、いやでもセコンドの場所で見るのはすごいですね。あれは迫力が違う。音がもう、はい、こんな音するんだ。バシコーンって音しますよね。頭殴ってるのに本当に最後のこのまとめたスタンドの時とか、はい、本当にゴツ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 聞こえてましたもん。ちょうど僕セコンド動いちゃいけなかったんで、はい、座ってなきゃいけなかったんですよ、ずっと。こう、あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、微妙にあのなんですか、サークルのこう柱のちょっと四角になってて、はい、半分ぐらいしか見えなかったんですよ、二人で。へえ、うまい具合に、はいはい、ですけど、なんか音がゴツ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 当たってんなみたいな音したそうで、手前に審判がいて、はい、多分結構もういつ止めようかみたいな。あ、最高の勝ち方でした。よかったっす。日本には明後日の便で帰るんで、明日明後日の夜の便か、まだ2日間はいるようなんです。まだまだあるんですね。まさかの毎日 PCR とは、うん、あれなんですか。でもさすがにこの試合終わってこの PCR が最後なんじゃないですか。あ、でも空港でやんなきゃいけないですか。多分、はい、早くコロナが終わって本当に今回の試合を、はい、多くのあそこ満帆に人が入った状態であの試合したらどんだけ気持ちいいだ、あの、まあ、無観客でも俺すげえ気持ちいい気持ちいいって叫んでたんですけど、やっぱ観客入れた状態だったらどんだけ気持ちよかったかだろうなって、すごいめちゃくちゃ盛り上がったでしょうね。しかもなんかマレーシアの選手でこっちでの知名度は多分、はい、まあ、あるじゃないですか、はい、なんで結構そうですね、戦ってる数も多いし、はい、めちゃくちゃ盛り上がっておりますね。映像は誰が見ても届きますよね。じゃあまた機会があればセコンドの方よろしくお願いします。いや、もう僕でよければ。はい、お願いします。ということで、またね。